こんにちは、野球ファンの皆さん。今日はメジャーリーグベースボール MLB2023 年シーズンで最も熱い話題となっている、まさに歴史的な MVP 争いについて深く掘り下げていきます。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手とニューヨークメッツのフランシスコ・リンドーア選手、この2人の卓越した選手の競争は単なる個人タイトル争いを超えて野球の価値観そのものを問い直す機会となっています。まずはこの2人の選手の背景から見ていきましょう。大谷翔平選手、27歳、日本の岩手県出身で、高校時代から二刀流の異名を取るほどの才能を発揮していました。2018年に MLB デビューを果たし、以来野球界に革命を起こしています。一方のフランシスコ・リンドーア選手、29歳、プエルトリコ出身で、幼少期から野球の才能を開花させ、2015年に MLB デビュー以来、守備の名手として、また攻撃面でも高い能力を発揮し続けています。この2人の対照的な経歴と、それぞれが体現する野球の異なる側面が、今シーズンの白熱した MVP 争いの背景にあります。では具体的な成績を見ていきましょう。大谷選手の成績を詳しく見ると、打率.304、46本塁打、100打点、47盗塁、さらに投手としての成績も10勝 2.97 の防御率を記録しています。一方、リンドーア選手は打率.250、29本塁打、92打点、28盗塁、そしてショートストップとしての優れた守備力が光っています。これらの数字を見ると、一見して大谷選手が圧倒的に優位に見えるかもしれません。しかし、ここで野球の本質的な問いが生まれます。最も価値のある選手とは一体どういう選手なのでしょうか。ここで MLB の歴史を振り返ってみましょう。1931年、フランキー・フリッシュとチック・ハフェイがナショナルリーグ MVP を共同受賞しました。これは2人の選手の貢献が功をつけがたいと判断されたケースでした。また1979年のキース・ヘルナンデスとウィリー・スタージェルの共同受賞も記憶に新しいところです。しかし、今回の大谷選手とリンドーア選手の競争は、これらの歴史的事例とは全く異なる様相を呈しています。なぜなら、大谷選手の存在が MVP の概念そのものを変えようとしているからです。ここで元 MLB プレイヤーで現在は解説者のアレックス・ロドリゲス氏の分析を聞いてみましょう。大谷選手の活躍は従来の MVP 基準では測れません。彼は新しいカテゴリーを作り出しているのです。一方で、リンドーア選手は伝統的な意味での完全な選手の象徴です。この2人を比較すること自体が野球の価値観を問い直すことになるでしょう。ロドリゲス氏の言葉はこの争いの本質を鋭くついています。大谷選手はこれまで不可能だと思われていた二刀流を実現し、野球の新しい可能性を示しています。一方、リンドーア選手は守備、打撃、走塁の全てにおいて高いレベルでプレーする、いわゆる5ツールプレイヤーの代表格です。ここで具体的なエピソードを交えて、この2人の選手の魅力をより深く掘り下げてみましょう。大谷選手については、チームメイトのマイク・トラウト選手が興味深いエピソードを語っています。ある日の練習後、シャワーを浴びて帰ろうとしたら、大谷がまだバッティング練習を続けていたんだ。彼に、もう帰らないのかと聞いたら、まだ今日の課題が終わっていないんです、と答えたよ。彼の向上心と努力は本当に驚くべきものだね。一方、リンドーア選手については、メッツの若手選手ピート・アロンソが次のように語っています。フランシスコはいつも僕たち若手に声をかけてくれるんだ。守備のポジショニングのコツを教えてくれたり、打撃フォームのアドバイスをくれたり、彼の存在はチーム全体のレベルを引き上げているよ。これらのエピソードは、2人の選手がチームにもたらす価値が単に個人の成績だけではないことを示しています。大谷選手の驚異的な才能と努力はチームメイトに刺激を与え、
高いモチベーションをもたらしています。リンドーア選手のリーダーシップと経験は若手選手の成長を促しチーム全体の底上げにつながっています。しかしこの議論には新たな視点も加わっています。元ボストンレッドソックスの名選手デビッド・オルティス氏の発言です。オルティス氏は最近のインタビューでこう述べました。 MLB は常に私に MVP を与えない理由があった。それは私が指名打者だったからだ。今年 MLB のお気に入りである大谷が候補になった時彼らがどういうか見てみよう。毎日彼らは大谷が 50-50 を達成するよう励ましている。一方でフランシスコ・リンドーアのような選手は抑えつけられている。オルティス氏のこの発言は野球界に大きな波紋を呼んでいます。彼の主張は MVP の選考基準やメディアの報道姿勢に対する重要な問題提起となっています。これに対し多くのファンや専門家が反応を示しています。あるツイッターユーザーはオルティスと大谷を同列に扱うのは適切ではない、大谷の多彩さと影響力は単なる指名打者の域を超えているとコメントしています。また別のファンはオルティスの時代とは違う、大谷は投手としての価値も持っていると指摘しています。一方でリンドーア選手を支持する声も根強くあります。MLB ネットワークのアナリストサラ・ジョンソン氏はリンドーア選手の総合的な貢献、特に守備での価値は計り知れない、 MVP は単に数字だけで決めるべきではないと主張しています。この議論は野球界全体に大きな影響を与えています。若い選手たちは大谷選手のような多彩な選手を目指すべきか、それともリンドーア選手のようにポジションに特化した専門性を追求すべきか、これは次世代の野球選手の育成にも関わる重要な問いかけとなっています。さてこの議論は野球の技術面だけでなくビジネス面にも大きな影響を与えています。 MLB のマーケティング責任者バーバラ・マクガイア氏は次のように述べています。大谷選手の人気は MLB の視聴率や関連商品の売り上げを大きく押し上げています。特にアジア市場での成長は目覚ましいものがあります。一方リンドーア選手のような守備の名手は野球の技術的な面白さを伝える上で重要な存在です。両選手の活躍はそれぞれ異なる方法で野球の魅力を世界に発信しています。このように大谷選手とリンドーア選手の MVP 争いは野球界全体に新たな視点をもたらしています。例えば野球界のダイバーシティとインクルージョンの重要性がより強く認識されるようになりました。大谷選手の活躍は世界中の才能ある選手たちに MLB の扉を開く可能性を示しています。一方プエルトリコ出身のリンドーア選手の成功はラテン系選手たちに大きな励みとなっています。またこの議論は野球のグローバル化にも新たな側面を加えています。大谷選手の活躍により日本をはじめとするアジア市場での MLB の人気が急上昇しています。これはMLB の放映権契約やスポンサーシップにも大きな影響を与えています。一方リンドーア選手は中南米地域での MLB の人気を支える重要な存在となっています。さらにこの議論は野球のルールや制度にも影響を与える可能性があります。 MLB のルール委員会メンバーの一人ジョン・スミス氏は次のように語っています。大谷選手のような二刀流選手を適切に評価するためMVP の選考基準を見直す必要があるかもしれません。またリンドーア選手のような守備の名手をより適切に評価するため新たな統計指標の導入も検討しています。例えば守備範囲や送球の正確性を数値化する新しい指標の開発を進めています。この状況は野球メディアにも大きな変化をもたらしています。スポーツジャーナリストのエミリー・ブラウン氏はこう分析します。従来の報道スタイルでは大谷選手のような前例のない選手を適切に評価することが難しくなっています。そのため新しい分析手法や報道アプローチが次々と生み出されています。例えば選手のパフォーマンスを多角的に分析する新しいデータビジュアライゼーションツールが開発されたり、
選手の人間性や背景をより深く掘り下げるドキュメンタリー番組が増えたりしています。一方でこの議論は野球の本質的な魅力についても再考を促しています。野球は数字やデータで語られることが多いスポーツですが、それだけでは捉えきれない魅力があります。大谷選手の予測不可能な活躍やリンドーア選手の華麗なプレーは、野球の持つドラマ性や芸術性を改めて私たちに示してくれています。ファンの間でもこの議論を通じて野球の見方が変化しています。以前は単に勝敗や本塁打数だけに注目していたファンも、今では選手の多面的な価値やチーム全体への貢献を意識するようになっています。これは野球の楽しみ方をより豊かにする可能性を秘めています。さてシーズン終盤に向けてこの競争はますます熱を帯びていくでしょう。大谷選手が目指す 50-50 50本塁打と50盗塁の達成は野球史に残る偉業となるはずです。一方リンドーア選手がメッツをプレーオフに導けるかどうかも MVP の行方を左右する重要な要素となるでしょう。ここで野球評論家のマイク・ジョンソン氏の分析を聞いてみましょう。大谷選手とリンドーア選手の MVP 争いは単なる個人タイトル争いを超えて野球の未来を形作る重要な転換点となるかもしれません。この2人の選手はそれぞれの方法で野球の新しい可能性を示してくれています。大谷選手はこれまで不可能だと思われていた二刀流を完璧なレベルで実現し、野球の概念を根本から覆しています。一方リンドーア選手は伝統的な野球の価値観を体現しながらも現代野球に求められる多様なスキルを高いレベルで兼ね備えています。我々は今野球の歴史の中でも特別な瞬間を目撃しているのです。ジョンソン氏の言葉はこの争いの本質を的確に捉えています。そしてこの争いは野球界だけでなくスポーツ界全体にも大きな影響を与えつつあります。例えばバスケットボール界ではポジションレスの概念が注目を集めています。これは従来の固定的なポジションにとらわれず様々な役割をこなせる選手が重宝されるという考え方です。この概念は大谷選手の二刀流に通じるものがあります。またサッカー界では守備的ミッドフィルダーの重要性が再評価されています。これはリンドーア選手のような目立たないが不可欠な役割を担う選手の価値を再認識する動きと似ています。このように大谷選手とリンドーア選手の MVP 争いはスポーツ全体に新しい価値観をもたらしつつあるのです。さらにこの議論はスポーツ界を超えてビジネス界にも影響を与えています。多様なスキルを持つジェネラリストと高度な専門性を持つスペシャリストのバランスについて新たな視点が生まれているのです。経営コンサルタントの田中美和氏は次のように分析しています。大谷選手のような多彩な人材は急速に変化するビジネス環境において非常に価値があります。一方でリンドーア選手のような専門性の高い人材も深い知識と経験が必要な場面で重要な役割を果たします。これからの組織はこの両者のバランスを取ることが成功の鍵となるでしょう。このように野球界の議論が社会全体に波及していく様子はスポーツが持つ影響力の大きさを改めて感じさせます。さてシーズンも終盤に差し掛かり MVP レースもいよいよクライマックスを迎えます。大谷選手とリンドーア選手どちらが MVP に輝くのでしょうか。あるいは1931年のフリッシュとハフェイのように共同受賞となる可能性もあるかもしれません。結果がどうであれこの2人の選手が野球界にもたらした影響は計り知れません。彼らはそれぞれの方法で野球の新しい可能性を示しファンに大きな感動と驚きを与えてくれました。そしてこの争いを通じて私たち自身も変化しています。野球をより深く多角的に見るようになり選手の価値をより広い視点で評価するようになりました。これはスポーツファンとしての成長と言えるでしょう。最後に皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって最も価値のある選手とはどのような選手でしょうか。数字では表せない価値も含めてじっくりと考えてみてください。そしてその答えをコメント欄で共有していただければ幸いです。
またこの動画を通じて野球の新しい魅力を発見していただけたなら嬉しいです。もしそう感じていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さらにこの動画を SNS でシェアしていただけると、より多くの方と一緒にこの興味深い議論を深めることができます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。野球の魅力をもっと深く、もっと楽しく探求していきましょう。さようなら。